はい、どうもゆきです。今回なんですけど、世界のツタヤさん、あのツタヤさんの販売ゲームランキングになんとパワポケ R 入りました。上位に何位だと思いますか皆さん。まさかの順位です。いきますよ。はい、こちらなんとスプラトゥーン3に続いて第2位にパワポケ R が入りました。ちなみに3位は地球防衛軍、4位はマインクラフトっていうことで、マインクラフトよりも上のパワポケ R ですよ。惜しくも発売したばっか、もうここ 2,3 日で発売したスプラトゥーン3には及ばずでしたが、パワポケ R が2位ということでね、いや驚きの結果じゃないですか。これ何があったんでしょうかねっていうと、まあ理由がございまして、まあ、こんな感じで売ってるわけなんですが、ネットで買うを押してみると、そうね値段がね、なんとね、価格5995円のところなんと 90% オフの599円。安すぎんか、さすがに。まあ安すぎんか、ちょっと大きめの荷物の送料ぐらいの値段になってると。それ 90% オフってどういうことだお前。ワゴンセールでもそんなにしないぞ。人気のないアニメの DVD セールでもお前 80% とかだぞ。まあね、この影響で 90% オフになった影響で売れたみたいです。ただね売れてっから、完売してっから2位に入ったからね、売れたから実際にね。いやーでもね、僕はねちょっと複雑っすね。もうさすがに複雑っすね。いや、パワポケ R いろんな人に遊んでほしいから買ってほしい。バーサス、さすがに9割引きは発売日当日に、まあ、定価で買ってる人間としてはここまで来ちまったかっていう思いですが、まあ思いはそうなんですけど、まあ、結果的にパワポケ R の魅力が広がればいいかなと思ったんで、これを機にね、あの9割引きで買ったよっていう人とかもしいたら、ぜひ動画に感想を残してほしいなと思うんですけど、多分僕パワポケ R って今までのパワポケシリーズ好きな方だったらちょっと微妙だなとか、なんだよこれまた同じやつかよって思うかもしれないんですけど、初見の人がやったらそこそこ楽しめると思うんですよ。完全初見の人とか、他のパワポケシリーズやって、まあパワポケ1、2とかやったことない人がいたら、まあ、結構楽しめんじゃないかなと思ってるんで、これを機にやってみてください。で、あのセール情報とか僕ちょいちょい出します、動画で。あの悲しいですよ、もちろん悲しいし、この値段が定着しちゃうと次に影響があるから嫌なんですけど、でも結果売れてファンがつけばいいかなって、パワポケに。で、ちょっとね、最近ポジティブ思考になりました。一周回ってもう悲しさを乗り越えてポジティブになったんで、ちょっと今後も紹介していきたいと思うんで、皆さん安売りしてたらぜひ教えてください。サイト名とか僕調べに行って動画にするんで。まあでも過去最安ですね、今まで見た中で。1000円とか800円まではあったんですけど、599円は過去最安でした。次回500円を切った段階で皆さんにお知らせしたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。バイバイ。